ビットのオーナーさん、こんにちは。こんにちは。どうも、お名前は。ワッシーで。ワッシーさん。はい、ワッシーさん、お。綺麗な身と白の。そう。いいですね。純正で。純正。維持してます、ね。あ、そうなんですね。何もいじってないですか。何もいじってなくて、オイル交換だけです。あ、そうなんですね。乗ってどのくらいなんですか。半年目になりますね。あ、半年。あ、じゃあまだ買いたてほやほやじゃないですか。そうですね。おお、なんでミトをお買いになったんですか。いや、やっぱり DNA システムっていう。ああ、はい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 。おとなしく走りたいときはエレガントに走って、かっ飛ばしたいときはかっ飛ばせるっていうね。切り替えがあっていいなって。面白いですか。そうですね、面白い。面白いですよね。何年式なんですか。2009年式。2009年式。あ、まだまだ。壊れないんで安全ですよ。壊れないですか。はい。お、それは朗報ですね。アルファ初心者。アルファ初心者の方で、僕の動画も見ていただいててどうもありがとうございます。恐縮です。なるほどですね。親にバレずに買っちゃったんで。あ、マジですか。そうですね。実家暮らしなんですけど。じゃあどうやって維持してるんですか。家から結構離れた駐車場に止めて。5月ってやっぱり自動車税来ますよね。家に来るじゃないですか。それを郵便局の転送届で自分しかわからないような自分のテリトリーってところにも飛ばしてあるんで。あ、そうなんですか。なんで親にバレたらまずいですか。まずいです。まずいんだ。やっぱりなんか親はトヨタ1番日産が2番みたいな感じなんで。なるほどね。国産市場主義っていう感じなんですね。そうですね。なんならマニュアルなんでなおさらダメって言われちゃう。あ、そうなんですか。でも親御さんも乗ってみたら良さわかるんじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと乗っけてあげたいな。カミングアウトして乗せるとこまでがちょっと。でそこから沼に、親も一緒に。もしかしたらなんか何もいじってないですね。何もいじってないですね。マニュアルですっていうのこれグレードでいうと何なんですか。ターボスポーツなんで。ターボスポーツ初代です。マニュアルいいっすね。多分2年後ぐらいには147、147 GTA か。はい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 。ちなみにこちらの ETC はじゃあぜひまたよろしくお願いします。イベントとかで会うと思うんで。はい、ありがとうございます。ぜひありがとうございます。お時間いただきありがとうございます。どうもありがとうございました。この色いい色のやつじゃないですか。それではこのお隣なんですけども、いい色ですよね。一番こちらね。ベローチェですね。おお。アルファロメオファンクラブ。そうですね。アルファンで今日一緒に来た。ああ。そうなんですね。なんでジュリアをお買いになったんですか。なんでかと、やっぱ FR ですよね。FR でね。147ジュリエッタで来て FR で。あ、なるほどですね。子供が3人いる。そっかそっかそっか。ある程度、そうですよね。室内ね、ある程度ないとね。そうなんですよ。マジロレがほとんど大半なので、ああ。受けて壊れないって言ったらまあこれ。いやこれでもジュリア全然いい車ですもんね。今時のちゃんとした車ですね。今時の本当にね全然違う。ドイツ車だったんですけど、そうですか。あれと比べても遜色ないですね。あ、ですよね。そうそう、室内の質感が本当に全然いいね。どう車乗ってて楽しい？楽しい。お父さん嬉しい。どうなんでしょうね。どうですかね。今まで乗ってたらあれ何乗ってらっしゃったでしょう。今まで147とジュリエッタ。アルファだとそんな感じ。でも着実に新しい車になってって今これじゃないですか。147と比べてどうすか。147と比べるとなんかやっぱり制御系がすごくしっかりしてるので、なんか荒っぽい感じはもうしないですよね。安心感があるんですよね。足回りとかもすごい安心感ありますし、そうでありながらもクイック性は残ってるので、ちょっと超クイックですよね。超クイックです。吹っ飛ぶんじゃないかっていうぐらい。え、これで巻かれちゃうのみたいなね。そうなんですよ。それはやっぱり便利ですよね。すごくいいですね。お買い物とかね、スーパーとかに止めるときにね。そうですね。奥さんもお乗りになるんですか。運転されるんですか。あ、横に乗るだけですね。怖くて実は私たち運転しやすいじゃないですか。車幅があるんで。幅がね。都内は怖いですね。都内はね。そうですね。そうすか。でもあ、いじってるんですか。どんなこのホイールが羨ましいですね。その時に紹介されたマフラー、あ、ディフューザーすごい。クワドリっぽいけどクワドリじゃないっていう。おお。これ社外品ですか。社外品ですね。海を自分で加工して。マフラーもこれですか。マフラーはノーマルは変えてるんですけど、教えていただければ。マフラーやっぱあるんですね。あるんですよ。数少ないですから。あ、そう、僕ね聞かれたことがあって、マフラーなんかジュリアにマフラーないですかって。フラミンゴでなんか作ったような気もするけどみたいな。フラミンゴさん持っていくとワンオフレーも作ってくれるんですよ。あ、そうなんですか。さんに相談したら作ってくれるんですけど、車検通んないんですよね。車検ね。2年ごとに付け替えるとかでした。これは車検通る。これはどこのやつなんですか。大阪の発光自動車さんのヴェルティ。どんな感じだったでしょうか。音はいい。発光さんか。正規にディーラーですもんね。ディーラーさんでね。ディーラーさんのやつだからね。問題ないですね。僕が住んでた間保守っていうところが。まあ全部で3000キロぐらいです。どの辺気に入ってるんですか。まあ行くと気に入り萌えポイントは。萌えポイントはでアメリカって全部って言ったらあれですけど、例えば買い物行って自分の車を見つけた時に毎回好きになりますよ。毎回新婚さんみたいです。毎回そう、新婚を味わえる。新婚を味わえるですね。待ってたのお前みたいな。なるほどですね。ちなみにここに座礁一つダッシュボードに置いてるんですけども、あ、サーキットで、あ、サーキットも走られてるような。カーグラフィックスは走れるようにで取材していただいてですね。足もじゃ固めてるんですか。足回りは変えてないんです。変えてないんですか。これからフラミンゴさんでまたぜひそこで。あ、そうですね。それもマジさんバキバキじゃないですか。あちらでこれカバーはバキバキじゃないですか。大丈夫なんですか。画面は大丈夫。あ、そうです。カバーがカバー。ありがとうございます。バキバキ。これでも家族で乗る車としてもすごくいい。そうですね。こちらの同じくジュリアなんですけど、これ新車で買われたんですか。見ていただいてお買いの方もいらっしゃるんですけど、斉藤さんのジュリアっていわゆる断付きってやつですね。こちらのジュリアはいわゆるフラットノーズ。2019ですね。2019年。あ、じゃあまだまだ新車何キロですか。買った時4000キロで。じゃあもう新車じゃないですか。ほぼ新車で買ったんですよ。それがちょうど1年前のアルファロメオデーの直前に納車されたんで、さっきちょうど2万キロ超えたんですよ。でも7終わってないですね。7終わってないですね。まだですね。あと8万キロ。あと10万超えないと7終わらないですもんね。ないですね。こちらまだまだ回せると。まだまだですね。そうですね。アンチあっていいですね。いいですか。逆になんかここはダメだよみたいなのあるんですか。ダメなところは。いや、そんなダメダメなとこは持っていただいてて、やっぱり一番どこがそんなないです。そんなにないですか。ああ、すべて受け入れられるっていうか。られますね。パーツはやっぱり少ないんですよ。パーツはね。タイヤもちょっと前後異形でちょっといろいろまあ貸しられちゃうんですけど、ないわけじゃないし。問題ないですか。子供が大きくなったらダメかもしれないですけど。ありがとうございました。後ろでもそんなに。ですよね。窮屈っていうわけじゃないですよね。ではないですね。ではないですよね。それぞれまたね、座って横に座れる。そうですよね。皆さんぜひセダンってのがいいですよね。そうなんですよ。駐車場にやっぱり入るんで。一番お気に入りのポイントはこれってどういうあれなんですね。これは全体後から付けた後付けですよ。あ、ですよね。カーボンですもんね。あ、そうですそうです。ちょっと音も。ただみんなやっぱつけます。このホイール。そうですね。締まりますね。後ろあると。こちらのまた顔ソフト。あとどの辺変えたんですか。あとはサイドスポイラー。あ、本当だ。あ、おそろじゃないですか。椅子がそうですね。こういうまあダイヤル。カバー。これ上下しますね。はい。フリップも僕はやっぱりさっきと行くので必需品だ。あ、これね。合うんですか。アルファとブリッツ。これはまあそうです。汎用品。汎用品なんですか。ボルト穴が入るやつはブリッツしかない。あ、そうなんですね。どうもありがとうございます。綺麗にいらっしゃって大切になさってください。ありがとうございます。これしかやることがないですね。逆に言うと、でも逆に言うと完成されてるから、それね、その分ね、ブースト上げるとかもなくても全然早いね。そうですよね。280馬力、280十分ですよね。十分ですね。使い切れないです。これは155の格好をしていますが、正式には159って FR でしたっけ？ FF ですよね。FF なんですよ。FF で。よくジュリエッタで袖ヶ浦走ってたんですけど、そのアンダーの傾向とかがちょっと今してたら合わなかった。それなんでやっぱ FR が面白い。まあ確かにそうですよね。ケツから押される感覚がいいですよね。そうです。グイグイくる。ちょっと突っ込みやっちゃいちゃったかなってなっても、まあ FR だったら結構立てるんですよ。そういうのはやっぱり FF 難しかったですね。なるほどね。なんかインタビューとかされてましたね。ジュリアしてましたね。あれをあれ見て買ったんですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。どっちですか。ビスコンティを見たし、あの白いやつ。ああ、はいはい。ゲートからインタビューした。スーパーの方ですよね。スーパージュリアですね。実はやっぱりこの色いいっすよね。自分でのあれですけどいい色。本当にいい色。なかなか国産でこう色は使ってくれないので。確かに。アルファも色の選択が渋いですよ。かなり渋い。本当にいい色持ってきますね。なんかね、種類は少ないけど渋い。ディスコンティのグリーンとか最高ですよ。あれ最高、あれいいっすよ。あれ欲しい。そうすかではぜひ。楽しんで長く乗ってください。そうですね。壊さない。まだでも7周終わってないから、7周終わるぐらいまで。8万キロ。よろしくお願いします。なんか見ていただいている岸田さんだそうで、本当にありがとうございます。恐縮です。これからも楽しみにしてます。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。貴重な車なんでね、ぜひ。はい、今ね、リスナーさんとまたお会いして、ジュリアですね、アルファの血の色をお乗りになってる、そうなんです、ご家族でアルファを乗られてるっていう、すごい、アルファ愛が、あ、いや、こちらこそ恐縮です。ずっと参加してんだけど、ずっと分かんないんですよ、会えないんですよ。で、いろいろイベントとかはどうなんですか？だからここは来てるんですけど、なんか10月に女神湖もあるじゃないですか。そこは行ったことがなくて、そうなんですね。出てましたよね。で、そうそう、女神湖はね、僕前に行って、これはね初めて、去年これなかったんで、そうなんですよ。そうすか。この色いいっすね。なんか息子さん、あ、どうもこっちは156のアルファの血の色をご家族でも撮ってるっていう、よろしくお願いします。車はあれですか、新車でお買いになったんですか？なかなか子供に156を押し付けて、すごい赤なんですね。60代じゃないかな。左でずっと乗ってて、156も左で、本当に今3台もしてますよね。一番下の子が147、黄色い方なんですけれども、上のお子さんが156乗ってて、147をこの上の子供が買って、それを下の子供に、下の弟にあげて、そうなんですか。17と156にあげて譲って、そうなんですね。で、お父さんがジュリアと、だから15623年乗ったんですよ。あ、そうなんですか、すごい。23年乗って、新車で買って、23年乗って、で、次買いたいなと。でもあれですね、その車を告げるお子さんがいてよかったですね。そう。先導して、ちっちゃい子に。幸せじゃないですか。やっとですね。これ、どんなところがお気に入りですか？いろいろこう乗り継いできて、147もいいし、156もいい、これもいいんですけど、やっぱパワーがありますね。パワーがね、280倍ですもんね。で、4駆なんです。フルタイムは4駆じゃないんですけど、雪とかの時に4駆になるから、非常時の時にすごい安定。ちょっと私はびっくりして、しかもハンドルクイックですもんね。フェイスブックでいいです。機能も充実しました。充実してますしね。147もすげえ仲良かったんですよ。これの元のなんか忘れがたみの156の。そう。しかもこれちゃんと156のナンバーつけたんです。156の実写のナンバーを写真撮ってちっちゃくしてから、これもジュリアもこのジュリアもそうなんですけど、ちっちゃくしてからあっちに147番車を、あ、そうなんですね。そうですか。本当でもいつもありがとうございます。ご覧いただきまして、いえ、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。どうもです。これもかっこいいね。これすごいですね。サイドスイタリアってところ。高いものなんですけど。なんだけど結構高いんですよ。あ、そうなんですか。こっちが左右で6万、こっちが左右で5万。あ、そんなにするんですか。高いですね。オイル変えたらなんか横が寂しくなったり。なるほどですね。マフラーも車の時から。あ、そうなんですか。あ、テッドの入ってるんですね。うちと同じですね。あ、そうですね。ぶっといですね。かっちょいい。オーナーさんですね。お名前はラビスケさんのジュリエッタですね。ジュリエッタやっぱいいですね。ですよね。あ、そうなんですか。1400でも十分ですよね。そう、思いのほかすごい快適に走ってね。壊れないし、そうそうそう。もげましたか。助手席からいつも出てたんですよ。はいはいはい。パッてやったらバキッて取れちゃって、ああ出れないじゃんと思って。で直したんですか。いや、一旦前出て、まあ直しました。でイラ出したらやっぱパネル交換で、ああなんかなんだっけ、これだけなんかアマゾンで買って直したら全然安い。あとからして。あれ、これは何ですか。アイドルマスターっていうゲームの桜？アルストロメディアってやつ。アルストロメディアってユニットがあって、はいはい、ファンなんですよ。あ、そうなんですか。これクワドリじゃないんで、四つ葉をつけて一瞬クワドリしたと思いますよね。クワドリじゃないっていうのはおしゃれ。パテがもう引けちゃってるから、クワドリの形が見えちゃうんです。あ、パテ自分で作られたんですか。いや、これやってもらったんですよ。あ、そうなんですか。へえ。引けちゃってるから。でも加工代が1万円ぐらい。あ、そんなに。へえ。10年選手。あ、10年ですか。でも10年には見えないですね。まあ5万9千円ですね。あ、じゃあまだ鳴らし中だし。鳴らし終わってないからね、もうね。そうっすか。いや、いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今後ともぜひぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。お声掛けいただきまして。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。